はい、では始めたいと思います。皆さんこんにちは、レクセ2講師弁理士の納富と申します。今日は、レジュメにですねタイトル打ってありますけども、主にちょっとこう勉強のですねもう話になってきますが、納富クラス、生専用の、三種の神器公開短期合格の秘訣を教えますということで、約1時間ですね、話をさせていただきたいと思います。私はレックの今専任講師として、講義をですね、担当させていただいておりまして、で皆さんのお手元にあるそのパンフレットに記載されている1年合格ベーシックコースですね、そちらの方とであと、それが土曜日ですね、今日ちょうど5時ぐらいまで、この、 教室でですね講義があったんですけども、で明日日曜日ですね、日曜日には毎週その中上級生といって、担当と論文と午前中担当午後論文という形で中上級のコースも担当しています。でなのでその、本当に入り口の初級の方からその出口の、中上級の方までこうレベルをですね全部のレベルを見ているので、逆にその一発で行く方と合格できる方とで、中にはやっぱりこういろいろさまよっていろんな予備校行ったり他の本校で受けてみたんだけど受からないからってこうたどり着いたりとか、そういう形でいろんなこうキャリアの方をですね中上級の講座では見てるんですね。だからこそ、その違いというかどういう人が早く受かりやすくてどういう人が、ちょっと長くかかりやすいタイプなのかということを、結構その肌で感じることができると思ってます。で今現在、この初級のコースと中上級のコースと一緒にねやってずっと行ってるっていうのは私が全て の直前までの講座を担当している唯一の講師なので、他の本校の方は例えば、直前期って言って担当受かった後の論文までの期間って40日あるんですけど、そこの40日は生クラスはこの水戸橋本校しかないんですね。だから例えばエルタワーとか、渋谷とか他の本校で、そこまで受けていっても最後は結局水戸橋に来て私の講義で、中上級の論文は受けるので、その本当に間際のレベルってどのくらいまで行ってないと受からないのかとか、そういうことも踏まえてこの一番最初のこのベーシックコースで還元していると。でそのツールですね、そのために、どうしたらいいのかっていうことで今日三種の神器っていうふうな、こうタイトル打ってますけども、主に3つのツールを、使ってその、ノウハウというかどういうふうに導くのかっていうことを紹介していきたいと思います。もう15年以上ここでベーシックとか、中上級も含めてやっているんで、そうですね、本当に初代の頃からツールもいろいろ変わったりとか、やり方とか、その講義の内容とかね、そういうことも包括しても含めていろいろ変化があるんですけども、一番やっぱりその皆さんにとっても私にとっても大事なことっていうのは今の試験の制度にのっとるっていうことなんですね。で制度自体でいうと平成19年の、本試から結構大きく変わったんですが、その前に14年の本試で一回変更があったんです。で14年の本試で大きく変更があったのは選択科目の免除制度が入ったっていうことですね。それが入ることによって選択科目全員が受けなきゃいけなかったところを、例えば理系の修士で得られている方だとほぼほぼ免除になりますし、あと情報関係の資格だったりとか、あと法律系だと行政書士司法書士、そのあたりの資格をお持ちの方は選択科目が免除になるので、実際その負担というものがだいぶ違うんですね。でそういう大きな変更があったんです。であと負担を削る代わりにって言ったらなんですけど、担当試験に不正競争防止法と著作権法という2つの科目が増えたので、14年にはちょっと増えた部分と減った部分とかあってそういう変更がありました。でその後18年の本試には
今度19年の本試からは担当免除制度が入って今も引き続きなんですが、まあ、担当試験受かれば向こう2年担当試験が免除になると。だから例えば1回目の試験で担当だけ受かりましたっていうことであっても、次の年は担当免除で論文だけでいいっていう感じになるので、まあそういう負担も、まあ目に見えての負担ですけどもね、実際それが負担になるかどうかちょっと合格率の問題で担当免除になることがいいとは限らないんですけども、まあ一応目に見える負担としてはちょっと減ったかなというところがありますね。でそういうちょっとこう変更、大きな変更あるんだけども、実際、まあ、受験生には分かりづらい変更っていうのがやっぱりその出題形式とか出題内容の変更ですね。これが大体3年おきぐらいのペースでやってきます、うん、でプラス改正法ですね。で今の受験生本当にかわいそうなんですけども、令和元年に5月ですね、5月の16だったかな、公布された改正があるんですね。大きな改正があって、で施行がだいたい1年以内っていうのが多いんですけども、そうすると1年以内ですから次の、まあ、次の試験ですね、令和2年の、本試には影響がある条文が結構あって、で1年半施行のものがあって、で2年以内の施行のものがあると。で1年半以内のものと2年のものっていうのは次の受験生には関係ないんですけども、まあ、次の受験生、まあ皆さんですよね、次の試験ではなくて次の試験だから、まあ皆さんがそうだと思うんですが、まあ、関係があると。で今の受験生はちょっと施行前なので、実際まだ施行されてないものでやっていかなきゃいけない、ちょっと見切り発車なんだけど、おそらく4月1日に施行されるんじゃないかってことを見越して今やってる状態なんですね。で条文もなんかなかなか出なくて、まあ、この間ちょっと出て、でまだ改正対応もテキストとかされてない中でやっているので、今の受験生本当にちょっとかわいそうなんですけども、まあ、皆さんの場合はもう令和元年の改正を全部ひっくるめた感じの内容になりますので、まあ、改正事実初年度になるのかなと思ってます。で改正があれば当然、まあ、その講義の内容とか、まあ、配布物にもそういう影響があるので、まあ、そういうちょっと物理的な変更ってものもあるんですけど、ただ実際その受験生の方が気づかない中でも我々から見れば、あ、今年の本試ってこういうとこ変わったよねとか、難易度の問題ですよね、そういう問題、例えば過去問からほとんど出なかったっていうこともそうだし、例えば担当試験でもどの範囲からよく出るかとか、うん、そういう変更なんかもありますね。ですからその大体3年違えば別試験って言っていいと思います、この弁理士試験は。だからまあ、大体その3年ぐらいの間で言うと同じような形式でやってくれるんだけども、まあ3年を過ぎてしまうとやっぱり内容的なところとかその変更があるので、まあそれに合わせて私たちも配布物を考えたりとか、試験のやっぱりその傾向に合わせてやっていってます。なので例えば皆さんが特許事務所にいらっしゃったりとか、あるいはまあ企業の知財部にいらっしゃる場合だと、弁理士って結構いると思うんですよね今。で弁理士がいて、例えば3年以上前に合格された方だと皆さんにとってはあまりいい話ではないかも、いろいろアドバイスをしてくれても違う試験だと思って聞いた方がいいかもしれないってことですね。なので巷に流れてる情報は割と簡単に入手できるもの結構ありますよね。いろんな合格者がブログを書いていたりとかサイトを開いていたりとかして簡単に入手できる情報あるんだけども、ただ本当にそれって今の傾向に合うのかってことを考えて選択しなければ実際早くは受からないです。なのでまずその組織面というか、パッとこう形式的に考えた時に短期合格できる人と長期かかってくる人のその差っていうところで、そのちゃんと新しい情報をもとに勉強を進めてるのかっていうことはあると一つの要素かなと思います。だから特許事務所にいることが逆に足かせになってる人いますよ。
受講生の中でもなんか事務所の人からもらったっていうなんかありがたそうに持ってるね資料とかでもいや 今そんなので勉強しないよねっていうような持ってたりとかね、事務所の先輩がこれで勉強すればいいってくれたんですみたいなことを言うんだけど、いやそれ使うべきじゃないよね今の試験はみたいなのとか結構ありますよ。だからまあね、この業界の人ってね本当に親切なんですよ。受験生、まあ、同じこうなんていうのかな辛い道を通って合格したっていうね、多分そういうこう同類感というかすごい仲間意識を多分持つんだと思うんですけど、合格した後の同期ってすごい仲いいんですが、それだけじゃなくてやっぱ事務所の中でのね上下も受験勉強始めましたっていうと本当によく親切でね言ってくれるんですよね。こうした方がいいよ、ああした方がいいよ、あの先生がいいよとかね。だからうちも結構口コミが多くて誰々の紹介っていうのが本当に多いんですけど、まあ、それはねすごくありがたくていいことでもあるんですが、ただやっぱりそのことと場合によっては古くて足かせになるってことはあるということですね。なので、まあ、皆さんがまず早く受かろうと思うと、その今の情報、今の試験制度に合った新しい情報で勉強しなければ、古いツールや古い情報では早くは受からないよと、試験傾向が変わっているのでということをまず一つ言っておきたいと思いますね。で、まあ、レックでは、ちょっとレジュメ開けていただきますと、インプットとアウトプットをこう並行するコースになっています。で、長くかかる人の2つ目の傾向としてはここを切り分ける人ですね。インとアウトを切り分ける人、確かにね、今皆さんに例えば本試の問題とか当連の問題とかそういうものをね見せて解いてくださいって当然解けないですよね。インプットされてない状態ですから。だからアウトプットするにはインプットされてからじゃないと当然アウトプットできないのは事実なんだけども、ただじゃあそれはどのタイミングで入れていくかっていうことが重要なんですね。例えば特許法って204条まであるんです。で204条まであるんだけど、その中でまあグループにある程度分かれてるんですね。例えば今日ちょうど手元に、N プロジェクトシート後でまた紹介しますが、これあって、皆さんの手元だと多分、後ろから3ページ目ぐらいのところに N プロジェクトシートの見本があると思うんですね。で今私がこのプロジェクターに写しているものは1条から、27条までなんです。で皆さんの手元にあるのが28条から46条の2ぐらいまで写っていると思うんですね。で条文って1条から204条まであるんだけども、1条から28条までを相続というグループで分けていて、で29条から特許権が始まりっていう感じで、その条文はその並びに意味があるんですね。ですからその例えば204条まで全部終わらないと問題が解けないかっていうとそうではないし、でむしろそんなところまでアウトプットゼロでいったって204条勉強する頃には多分1条2条のこと忘れてるんですよ。だからアウトプット入れるタイミングっていうのは少なくともそのカテゴリーのタイミングで、切りがいいとこのタイミングで入れていくっていうのが効果的。アウトプットはインプットの確認のためにするものなので、ちゃんとインプットされたかどうか、正しく理解できてるかどうかを確認するためのツールです。だからインプットの講義が終わったらある程度のタイミングで都度ですね、このアウトプットを入れていくっていうこのレックのカリキュラムは非常にそのちゃんと考えられたね、いいカリキュラムだと思ってます。でレックの講座は入門講座、論文基礎力完成講座、担当基礎力完成講座の3つの大きな講座で1つのコースを組んでいます。まあ、私たちよくニューロン単って言うんですけどね。で入門講座は、まあ、名前の通り、まあ、ベースを作るものなんですけども、ただ担当の点数で表すとすればボーダー今39点なんですね。担当試験で60点満点中39点なんですけど、だいたいボーダーギリギリぐらいの情報量は入門講座でも提供するんですよ。
言いたいことは簡単じゃないってことです。そんな本当に基礎的なことだけ教えるわけではなくて、割と本誌レベルのこと、要はボーダーギリギリぐらい、だいたい入門講座のテキストや配布物の中で本誌の問題をボーダーぐらいの点数だったら解けるんですよ。38、9、まあ多いとしたと41まで行ったんですけど、データを取ったことがあるんですけどね、何年かにわたって。で、だいたい38から41点分ぐらいの内容の講座です。だからそう大してバカにできたもんじゃないんですよ、入門講座って。で、入門講座がなければ次のじゃあ論基礎や単基礎ってどうなのっていうと、多分わけがわからないと思います。論文基礎力完成講座は、入門講座で学んだことを実際論文で書けるために整理し直すことをまずやるんですね。で、整理し直した知識をもとに実際論文の書き方を学ぶっていう講座なんですよ。だからその整理し直すっていうためには、ちゃんとバラバラでも持っておかないといけないので、まあ別のことをするわけじゃないんですね。論基礎は別のことをするわけじゃないんだけども、ただやっぱベースがありきでお話もしますから、入門講座ありきってことになる。で、単等基礎力完成講座は実際点数化して入門講座が完璧であれば38点分くらいは内容をインプットできるんだけど、当然それだと合格しないし、38点目指して38点取れるわけじゃないでしょ。ですから、まあうちのクラスの目標値は45点なんですけども、まあ、45点ぐらいを、まあ、普通に多少体調が悪くても取れるようにですね、インプットをしていくためにちょっとこう範囲を広げ深くしていくっていうのが単基礎の役割です。ですからニューロン単で3回転学習法っていうふうにレクで呼んでるんですが、そこで違う角度からこう3回転深くしながら広く取りながら繰り返すことで、まあ担当も論文も、そして口述も受かっていくっていうようなコースになっています。で、実際ですね、ただじゃあ講義だけで受かるのっていうと、実際このコースの時間ってだいたい300時間ぐらいなんですよ。一つのコース全部出席したとしてね。で、そうすると今、まあ、皆さんがね、受けようとしている試験で必要な時間っていうのは、選択科目免除の方でだいたい1500時間ぐらいって言われてるんですね、最低必要な勉強時間が。で、プラスだいたい論文のために少し余計な時間を過ごしたりとか、最低時間で受かる人っていう人ももちろんいるんだけど、でもある程度やっぱり一番1年合格で多い時間帯というか多い時間っていうのはだいたい2000時間前後ぐらいなので、だいたい1500から2000時間ぐらいを考えてもらったらいいと思うんですね。で、そのうちのたった300時間なんですよ、このベーシックコースで使う時間っていうのは。つまりこれが三種の神器の二つ目に当たるのかな。ちょっとノート見レシピの話は後でお話ししますが、二つ目に当たるんですけども、スケジュール管理っていうところにつながってきていて、三つ目ですね、スケジュール管理ってつながってくるんだけど、例えば1500としてもね、300ってことは5分の1なんですよ、たった講義で使う時間って。つまり後の時間は皆さんがその講義の復習ですよね、実際聞いたことを消化したりとか定着させる時間に使わなきゃいけないってことなんです、だから単純にベーシックを5回受けたってそれはやっぱり合格にはならない。講義を受けまくればいいわけではなくて、やっぱり復習でその範囲の過去問を解いたりとか、講義の聞き直しをしたりとかね、いろいろこう復習のツールってものを使いながらやっていかないと、なかなかやっぱり受からないんですね。なのでその1200時間をどう使っていくのかっていうことをですね、主に目で見て分かるように表したのが、この三種の神器の3つ目のスケジュール表っていうものです。で、まさしくこれ特許取りたいぐらいうちのクラスの売りになっていて、大体合格者は、口を揃えて、これがあったから受かりましたって言ってくれるんですね。3つのツールのうちで、最も多分受験生にとって重要なものかと思います。
でこの三種の神器の3つ目のスケジュール表の、まあ、レジュメで言うと16ページのポイントなんですが、特に担当対策に意義があるんですが、担当試験は5月の大体第3日曜日って決まっているんですけども、皆さんがやらなきゃいけない科目っていうものは、まあ、特実いい章で、そして条約で、不正競争防止法、著作権法の7科目なんですね。でその中で条約って言っても、一つを条約っていうんじゃなくて、パリ、PCT、トリップス、マドプロ、ジュネーブっていう5つが入ってるんですよ。ですからその条約の中でも5つ入っていて、かつあと6科目ですから、かなり多くの科目を抱えるってことになるでしょう。でそれをですよ、その1年のうちに、まあ早くね、先取る方はその分早くね、こう時間をかけることができるんだけども、それでもまあ 1.5 半ぐらいですよね、試験日逆算すれば。でその間にやっぱりそれを全部マスターするってことになれば、何が大事かというと、やっぱりスケジュール感なんですね。いつ何をしておくか、知識のピークを本試験に合わせるっていうことができなければ担当本試は受からないです。でそのためのノウハウが詰まったものがスケジュール表と考えてもらったらいいと思います。例えば1条から始めるべきではないと私書いてありますよね。でこれどういう意味かというと、例えばね、1条っていうのはもうそもそも私これ条文のね、プロジェクトシートで潰してるように、まあ出ないんですよ、はっきり言って、うん、で1条から28条まで総則っていうグループになるんですが、28条までの総則は一般的なルールを定めたものです。例えば定義規定が22条にあったりとか、あるいは例えば機関のねルールだったりとか、あるいは願書を、ね、持っていくのか、特許所に持っていくのか、郵送で出すのかのルールだったりとか、そういう一般的なルールですね、どんな出願人にも等しく課せられるルール、そういうものを規定してます。で確かに一つ一つには掘り下げれば意味があるんですよ。例えばね、19条に発信主義っていう意味のね、内容の条文があるんです。それは何かというと、例えば願書を出す、あるいは手続き期間が決められているものを出すときに、特許庁に持ち込むか郵送で出すかっていう話で、例えば持ち込むことしかできない、まあ、郵送でも例えば到達するっていう日を、その例えば願書の戦後どっちが早いかっていうね、早いもん勝ち主義を特許法は採用してるんですね。これ戦願主義っていうんですけど、早く願書を出した人が勝ちっていう考え方を取ってるんですよ。でそうすると近くに住んでる人得ですよね。早く持っていけますし、郵送してもそんなに時間かからないですよね。で、ね、八丈島とか東京都でも遠くに住んでる人だと、当然その分郵送しても時間がかかるし、持ち込もうとすれば、まあ、当然すごい負担も大きいですよね。なのでその戦願主義を取ってる以上、願書の戦後とか、あと手続き期間間に合うか間に合わないかってこともそうでしょ。で例えば明日期限なんですって言って前日に出して間に合う距離の人と間に合わない人がいたら、それも住んでるところで不平等が生ずるので、それ良くないよねっていうことで、願書を出すのと、あと手続き期間決められてるものに関しては発信主義採用しますって言ってるんです。これ19条、発信主義というのは、それは欲した日ですね、送った日を基準に考えると、それだと不平等ないよねっていう考えなんですよ。で送った日も、例えば内容証明とかちゃんと、いつ送りました、ね、何時何分ですみたいな、ちゃんと証明があればそれで分かるんだけども、例えば分からないと、その、ね、日は分かるんだけど時間分からない時、じゃあどうするのって、証明できない時どうするのって言ったら、その日の午後12時っていつか分かります？午後12時っていうのは夜中の12時のことなんですよ。だから翌午前0時とイコールなんですけど、それは一番その日では後ろで見るっていう意味なので、午後12時っていう言葉をあえて法律では使ってるんですね、うん、だから今私意味を説明しながら多少説明したので、ああそういう遠くに住んでる人との不平等を考えてそうなってるんだなっていうことに確かに意味があるんだけど、でも大した法律上の意味じゃないんですよ、それって。
まあちょっと考えれば分かるような不平等の解消策なんですよね。だからその相続っていうのは、まあ、基本的にそういう規定の集合体なので、あんまりそういうことを掘り下げて掘り下げて聞く必要がないんです。もう決められたルールを知ってれば十分なんです、弁理士としては。だからそれ以上の勉強は必要ではないんですね。で逆に覚えないと答えられないけど、覚えたら終わりなんです。で今じゃあ覚えて、ね、1年後だとしてもですよ、1年後の試験で覚えられてるかって多分忘れますよね。ですからその覚えて終わり、覚えるまでにそんな時間がかからないものは、まあ、はなから初めに入れるべきではないんですね。で一方でこのスケジュール表はちょうどこの年の開講日ですね、この年の開講日の翌日からのスケジュール表なんです。あの開講日っていうのは担当基礎力完成講座の開講日ね。でその翌日が、まあ、土曜日が講義だから、まあ、10月13日が土曜日の講義だったんですね、開講日で。で14日がその翌日になるんだけど、これ29条から39条肉の239条って入れてるのはいわゆる特許権の判断です。でここははっきり言って理解が大事、審査基準とか判例とかも含めて理解が大事で、ちゃんと理解してなければ解けない、条文のまま出るんじゃなくて事例化して出るような問題ですね。こうはとかおつはとか何月何日にとか、刊行物 X にこういうふうに書いてあったんだけど新規性を喪失してるかとかね、そういう感じのその事例化して具体的に出るような条文だから理解しなきゃいけない。でその後に書いてる条文というのは基本的に理解系というふうに私呼んでいるんですが、理解して解くケース、あのタイプの問題の条文なんです。でそういうものっていうのは皆さんが数学の勉強とか物理の勉強をされるときに、まあ、ちょっと似てると思うんですけども、一回ちゃんと理解して解けるようになればそれはある程度長期間維持できると思うんですね、その力って。だけど例えば漢字だったりとか英単語だったりとかっていうのは、あのまあ漢字だとなんとなく作りで意味はあるかもしれないけど、英単語はやっぱある程度ね、こうあの丸暗記しなきゃいけない要素が強いですよね。でそういうものってすぐ忘れちゃうでしょ、ちゃんと繰り返しメンテしていかなければ。ですからそういうものはある程度後回しにして、どの時期に先に攻略しておくべきものをどの時期にどれくらい入れるかとか、そういうことを考えてまずこのスケジュールは作っています。あとは例えばその14日のその他の法域の欄に余裕があるようなら衣装についても復習するというふうにちょっと軽めに書いてあって、まあ任意にここはしているんですけども、例えば29条って新規性とか進歩性の要件なんですね、特許権の一番基本的なものなんです。で衣装にも新規性という要件があって、進歩性に類似した創作非用意性という要件もあるんです。で似て非なる条文だからこそ比較して勉強した方が効率がいいんですね。特に衣装は特許との違いが問われますから、特許やってる時に衣装も並行した方がいいはいいんですよ。なのでそういうこと、ここで他の保育でここを一緒にやっといた方がいいよとか、そういうものもその並行してできるように組んだっていう特徴もこのスケジュール表にはあります。なので一つ目にね、一条から進めるべきではないということと、科目並行を意識する、あとツールを選択するっていうことで、ツールを選択するっていうのは、あの何を使って勉強するかってことも私の方でもう指示をします。例えばそこに条文アドバンスで過去問も年度指定してるんですが、条文を読んでその範囲のアドバンスというのはテキストですね、テキストを読んで、そして、この年度の過去問を解くっていう感じの、まあ、メニューですね。これがまあ一番ベースとなるメニューなんだけども、まあ、何を使うのかってことも指示していますね。例えば、まあ、日によっては青本が出てきたりとか、日によっては審査基準が出てきたりとか、そういうこともありますし、まあ、何を使ってやるかっていうこともそのスケジュールの一つの特徴ですね。あとは括弧2のところにありますが、長期中期短期的スケジュールを立てるということで、1年合格をするために一番ネックになるのは担当と論文の並行法なんですね。担当試験は、まあ、5月の、まあ、第3日曜日ですよね。で論文試験はその40日後になるので、だいたい7月の第1週の日曜日になるんですよ。で今年はちょっとあのカレンダーの関係で6月の30日にちょっと早まりましたけども、だいたいその付近になって担当試験の40日後っていう形になります。
でも論文をじゃあその40日で書けるようになるかというと、論文こそある程度長期的なスパンで書けるようになるものなので、いきなり40日ではできないんですね。だからある程度やっぱり論基礎のところで形作りをできるようになっておいて、で担当を勉強して担当合格の力がつけば知識が頭に入ってますから、今度はその使い方を40日で仕上げていくって形を取るんですけども、やっぱりその簡単に今ね、私論文の形をって言いましたけど、ある程度やっぱり時間がかかる。だからどれくらいまで、どの時期まで論文の勉強を引っ張っていいかっていうこともやっぱり考えなければいけなくて、でしかもそれはどの量でってこともですね。なので論文の欄は、まあ、例えば日曜日であればこの時期全文書き1問、答案構成2問という指示をしてますね。で今もう12月のもう半ばくらいになってきますから、例えば今日のね配布のスケジュールとかだと、全文書き1問、答案構成1問とかでちょっと論文の勉強の割合を減らしていたりとか、少しボリュームに関しても調整をしてます。あとはその時期によって、まあ、大体はですね2月くらいまでは論文の勉強引っ張るんですが、3月は毎日はやりません。大体1週間に1回とか2回程度に減らしていくとか、まあ、そういう感じでその担当と論文の並行に関しても調整をこちらで行っています。であとはそこにね、年中60度で勉強するよりも短期的に100度に達する時期が必要っていうふうに書いてるように、うん、そうなんですよね。担当試験はある程度ちょっとこうなんていうんですかね、瞬発力というか一夜漬け要素がどうしても必要で、一夜じゃもちろんダメなんですけども、年中 2,3 時間の勉強を続けるよりも半年ぐらいでやっぱりこうぐっと集中してやった方が受かりやすいっていうこともあるんですね、担当に特化する勉強に関しては。だから短期その開講はだいたい半年前ぐらいになるので、まあ、10月から11月うちのクラスだとだいたい10月ぐらいですかね、開講になります。早ければいいってもんじゃないんですね、担当はね。であと、カッコさんですが、2週間のズレで修正をかけると書いてありますね。でこれはその前のちょっと N プロシートの話に、ちょっと飛びますけども、この N プロジェクトシートっていうものは簡単に言うと条文の読み込みシートっていうふうに呼んでいるものです。ちょっと手元に今条文集がないんですけども、まあ、条文集ですね、皆さんが使っていく条文集は、まあ、築城的にこう条文って並んでるわけですよ、1条からずっとね。で大体その字の大きさとかも同じ大きさで書いてるし、当然まあ大事なとこと大事じゃないとことが分かるようにはなってないわけ、条文っていうのはね。だけども担当的に見れば、少なくともどこが問われるかってことはある程度決まっているので、この条文に対しては例えば主語が大事でも、この条文に対しては例えば述語が大事、この条文は要件が3つあるんだけど、その3つとも覚えとかないと解けないとか、そういう試験のポイントっていうものがあるんですね。で、まあ、皆さんももしね、何かしらそういう情報を得る機会があるとすれば、担当試験で受かる秘訣って、条文の読み込みっていう言葉をキーワードとしてお聞きになったことがあるかもしれないです。今の本試験は、まあ、300枝、まあ、出るんですね。60問でかける1問につき5枝入りますから、そうすると300枝を3時間半で解くことになるんですが、その中で過去問とこれ似てるよね、過去問から出てるよねって言える枝って、だいたい平均 2,3 枝なんですよ。 2,3 問じゃなくて 2,3 枝なんですよ。300分の2とか300分の3なんですよ。つまり過去問からそのままほとんどそっくりそのまま出るってことはあんまりないってことなんです。で今の試験の先生は本当によく作ってるなと思うんですけど、条文とか、まあ、ほとんど条文ですね。で、まあ、科目によっては商標とかだと審査基準の範囲からうまく駆使して新しい新作の問題を作ってくる。ですから過去問をインプットツールとして勉強してたんでは、とても今の試験は受からないです。まあ、それも一つのトレンドなんですけどね。例えばこれが平成25、6年ぐらいまでの、ね、合格者であればですよ、ね、担当試験はやっぱ過去問だよって言うと思うんですよ。でそれ正解だったんですよ、その頃までは。過去問から大体作られてたから、だから過去問ベースでやってれば結構似たような問題とかも出てたので、それぐらいまでの合格者の勉強だと多分それが正解。でもさっき冒頭で言ったように試験にはトレンドがあって、
今もそういう問題じゃない。担当試験難しいです。試験範囲は狭く、ね、あんまりその変なところから広くは出てこない、基本書とかから出てこないけども、だけどもその代わりうまく新作で条文から作ってくるので、いかにちゃんと条文を理解し、ね、出るポイントを頭に入れてるかどうか、まあ、条文の読み込みがポイントになるんだけど、ただ条文の読み込みって言われても、じゃあどこを覚えればいいのっていうことですよね。でそれを示したのがこのシートなんですよ。この条文には例えば主体覚えようね、客体覚えようね、時期覚えようね、手続き覚えようねっていう丸がついてるところをその条文の中で覚えていく。で特にチェックしなきゃいけないところをそのチェック事項で書いている感じですね。だからこれに従ってその条文を読んでいくっていうことをやっていただきます。でそのプロジェクトシートなんですけど、さっきのねスケジュール表のところの、記載の中でちょっと出てきますが、N スケなの でそのプロジェクトシートに従ってその条文を読んでいくので、そのスケジュール表ってパッと見、まあ、皆さんが見た感じだとなんだ1日これだけでいいのかと思うかもしれないんですけど、あのプロジェクトシートを使って条文を読むっていう指示なので割と時間かかるんですよ。で私がこの時期にだいたい組んでるのは2時間から 2.5 時間ぐらいです。1日のこのスケジュール、例えば10月15日とか10月16日とか、まあ、論文の勉強も合わせてだいたい2時間から 2.5 時間ぐらいです。で14日の日曜日はちょっと多めになってるの分かると思うんですが、まあ、6時間ぐらいですね。だいたい勉強時間として必要なのは6時間ぐらいですね。で時期によって例えばこれが年明けになると、まあ、2.5から3時間ぐらいとかっていうふうになってくるので、まあ、それでもそれ以上は上がらないですけどね、3時間以上やってってことはないですけども、まあ、基本的にはそういう感じでやっていくと。で調整日はやっぱり社会人の方が多いですから、1週間の中で勉強ができない日が出てくると。でそれをまあ調整日で調整して、できるだけズレが生じないようにするっていうのがそのポイントなんですね。だからその三種の神器の3のスケジュール表の16ページのカッコさんに書いてるように、 N スケをまあ忠実に守ると。で相談して、まあ、カスタマイズって書いてるのは、だいたい2週間のズレが出てきそうだったら個別に相談を受けて、私の方でじゃあ今週はこれちょっと飛ばしてこっちをやっとこうねとか、そういうカスタマイズをして修正をかけていきます。でそれでまあなんとかね、修正ばっかりだとやっぱり私も困っちゃうんだけど、だけどまあたまには修正して、まあ、うまくねやっていきますね。で 2.5 とかって言ったらギョッと思ったかもしれないんですけども、細切れの時間を含めて全然構いません。まあ、多くは多分通勤時間で使うことになると思います。条文読んだりとかすることは電車の中でもできると思うし、まして音声データ聞くこととかもできると思うので、勉強時間はだいたい1時間の通勤時間があれば往復2時間でそれを大半占めちゃいますっていう人でももちろん OK です。で机の上でやらなきゃいけないことっていうのはやっぱり論文の勉強ぐらいなので、まあ、論文の勉強の答案構成とかは、まあ、30分ぐらい 何らかしらのねこう時間を見つけて、まあ、机の上でやる時間があれば、まあ、大体平日は OK ですから、うまくやっぱりその電車に乗ってる時間、まあ、お風呂に入ってる時間とかで、人によってはトイレで勉強しますみたいな人もいるんだけども、まあ、そういう時間を合わせてやってもらえればいいと思います。で10分あれば条文 2,3 条文を読み込めるし、10分あれば過去問2問10枝は解けるので、そういう10分の時間を大切にするっていうことですね。だから例えばお昼休み、ね、1時間ご飯食べて、ね、ベラベラ喋ってたんだけど、10分だけちょっと早めにそこから切り上げて10分条文読んでから午後の修行に入るとか、その心がけだけでもだいぶ違うし、あとは特にお子さんいらっしゃる方とかね、今の私の抱えてるベーシック生は1歳半から3歳までの小さいお子さんがいる男性なんですよ。全員男性で10人いるんですよクラスに、だからまあ単純に10人に1人ぐらいなんですけど、で今のね男性の方ってイクメンなので結構お子さんの予防接種とかで講義休んだりするんですよね。遅れてきたりとかするんですよ。
で、まあ、それはまあ、ね、世の中的にはいいことなんだけども、ただやっぱり勉強時間の確保にやっぱ苦労されていて、で、まあ、さっきもねちょっとそのベーシック生の相談を1回で乗っていたんですけども、まあ、そういう悩みがあると。で彼も1歳半ぐらいかな、2歳って言ったかな、お子さんがいらっしゃって、奥さんも働いてらっしゃるんですよね。でそういう中で、じゃあまあどうしてるかっていうと、やっぱほとんど通勤時間だっていうふうにおっしゃってたんですけど、まあそれでもね、かなり今いい状態にいて、論文も担当もこのまま順調にいけば受かるかなっていう私は見立てをしたんですが、まあ平日3時間ぐらい取ってる代わりに、逆 に日曜日が3時間しか取れないっていうふうに言ってたんですね。で一般的にやっぱ日曜日6時間取ってもらいたいっていうふうに伝えてるし、スケジュールはそういうふうに組んでるので、だその3時間のロスをその平日の人はまあ2時間とか 2.5 時間のところを3時間取ってるっていうふうに言ってました。でよくあるのがね、やっぱ家に帰るとお子さんがいるとなかなかもうお子さんに振り回されて無理なのでっていうので、例えばそのちょっと30分でもカフェに寄ってカフェで勉強して帰るとか、そのちょっと勉強する時間をやっぱり取る習慣というものがやっぱり最後大きなねこう積み重ねになっていくからってことをいつも言ってるんですけども、まあ、そういう取り方で構わないんですよ、うん、例えば30分早く事務所に行って始業までの30分勉強してから仕事に入るとかでもいいし、過去一発合格した女の子なんかは、その子はもう本当になんていうのかな、早起きが得意だったんだろうと思うんですけど、5時に事務所に行って始業までの勉強だけでやってたんですよね。全くあと勉強ゼロで、帰って残業がきつかったらしくて、なのでもう帰ったら疲れてるんでもうご飯食べて寝たいんでって、まあ、お子さんいらっしゃらなかったんだけどね、旦那さんいらっしゃって、なのでまあ晩ご飯作ったりとかする時間も含めてなんですが、まあ、家にいる時間はまあ多分、ね、結構短かったと思うんですけどね、早く起きてで始業までの時間を当ててました。それだけで全部合格してましたね。選択科目も含めて、選択科目ありの子だったんですけどね、そういう人もいますし、うん、でまあ本当に一人一人に合格のドラマがあって、聞いてみるとすごい苦労してたんだなっていうのがやっぱりあるんですよね。よく私のパンフレットに出てくる方って女性が多いんですけど、やっぱり今まではやっぱり女性の方がそういう苦労が多かったので、そういう苦労人をやっぱりこうちょっとこうね寄って体験記を書いてもらったりとかすることが多いので、まあそういうね人が多いんですけど、今年はね多分男性になるかな、そういうちょっと苦労話を聞きたいのは、うん、まあねそんだけ10人いますからね。なのでそういうちょっとこう自分の、ね、こう生活スタイルを見直して、どこで10分取れるか、どこで30分取れるかっていうことのこうちょっとした時間を見つけてうまくね使っていただければと思います。なので括弧5にもつながってくるんですが、やっぱり机に座ってない勉強を大切にするってことですね。私の事務所でも隣にね座ってた受験生の子が通勤時間だけで担当合格してました。で彼はもう本当に、まあ、あまりお家も近くなかったのもあるんですけど、通勤時間で教えてたを聞きながら条文を読むことをメインにして、で過去問もやっぱり重たいんですね。ご存知かもしれませんけど結構分厚いので、今日の文をそのままビリッてやってその文持って行ってその日やるみたいな感じの工夫をしてたりとかして、まとまってしか勉強ができないものではないので、そういう時間を大切にしていただくっていうことですね。それでまあスケジュールに合わせてできるだけそれを守る、そのペースを守るってことですね。でこのスケジュールは、だいたいこの今この範囲だと、まあ、29条とかこう出てきてて、この大事な条文なんですよこの辺ね。で本誌までの間に同じ範囲がだいたい3回転するぐらいな感じで私は組んでます、うん、だからここで例えば完璧にしなくてもですよ、ね、でも2回目3回目のリベンジの機会があるので、なのでこれもちょっと受かりにくい人のタイプあるあるなんですけど、研究肌タイプの人ですね。お仕事研究職の人気をつけてください。研究職の人お仕事はよくできるんだけども、気になることができるととことん解決するまで調べる傾向にあるんですよね。でもそれだととてもスケジュールのペースではいかないんですよ。
それよりもスケジュールを守ることを優先、今いい加減でも2回目3回目でリベンジすればいいんですから、やっぱりその大事なことはですね、よく私例えて言うのが、瓦葺きよりペンキ塗りっていうんですね。どういうことかというと、瓦ってこう 隅からこう1個ずつこう敷いていきますよね。で1回で終わるでしょう、貼ろうとしてしまうところに敷き詰めるのに。でもペンキってまず大きな筆でわーって塗りますよね。で今度小さい筆でその隙間を埋めるような形で塗っていきますよね。で合格するにはそれが必要なんですよ。多少ポコポコ塗り残しがおっても普通は合格します。だけど瓦のように途中真っ白な状態を残した状態では合格はしないんですよ。そういうものですから、だからできるだけやっぱり3回転すればほぼ隙間がない状態にはなるんだけども、多少その3回転の中でいい加減な回があったとしても問題ないです、そこはね。だからそれよりもそのノーマークの分野を作らないってことが大事だから、そのペースを守ってほしいっていうことなんですね。はい、で今ね2つ、紹介をしましたが、まあ、最後になるんですが、ノート見レシピですね、一番最初のところに書いてありますが、このニューロン単の講義の中では各クラス共通のテキストを使っていきます。後ろに展示しているので、もしよかったら帰りに見ていっていただけばいいと思います。確かにね、レックの教材よくできてるんですね、うん、よくできてるので、まあどの予備校のものと比べてもかなりダントツでいいと思います。だけどもベーシックの教材だけで、じゃあその余裕を持ってね、そのギリギリだったら手を届くかもしれないぐらいなところにね、テキストだけだったらあるかもしれないけど、じゃあきちっとガチッとつかめるかっていうと、中上級の講座を担当している私だからこそ分かることなのかもしれないんだけど、やっぱりそこが多少ね 2,3 年やってる人との差がどうしても情報量に生じるところがあるんですよ。これなんで1年目で教えとかないのかなみたいなところも多少あるんですよ、うん、なのでこのノート見レシピはどちらかというと、その中上級者向けの情報をちょっと前倒すっていう意味合いも一つ大きなところがあって、まあ本来中上級講座でしか教えないようなところを、まあちょっと前倒して情報提供するっていう役割がまず一つですね。で、まあ、見本が2ページからちょっとありますけども、まあ基本レジュメっていう形でこうちょっとまとめてあったりとかしています。あとはですね、4ページのところにちょっと審査基準の抜粋が載ってるかと思うんですが、試験範囲は条文プラスアルファですから、基本は条文の知識です。で審査基準は、まあ、審査官が、まあ、審査するためのツールになるので、ただまあその手の内を知っておかないと、当然まあその明細書を書いて、まあ、特許の、ね、出願をするために必要な書類を書くためには、相手のその審査のレベルを知っておかないと、まあ、うまく審査を通るような書類が書けませんから、当然まあ実務家として必要なんですね。で実務で必要なことがやっぱり試験でも多少出るんですよ。でそれがまあ審査基準からの出題になるんだけど、膨大な審査基準から試験範囲と言われるものはわずかなんですね。ですからそこがじゃあどこが必要なのかっていうことを、やっぱり皆さんの方で取捨選択することは難しいんだけども、ただ私の方だと当然まあね、こういう仕事ですから、過去どこから出てるかとかそういうことも含めた上で必要な部分を抜粋してレシピにまとめてあります。あとは5ページのところに、定義や趣旨の最短バージョンっていうふうに書いてあるんですが、定義や趣旨を覚えなきゃいけないものって、まあ、多少なりともあるんですね。で例えばテキストは読み物的に書いてありますから、その中に当然まあ組み込まれてはいるんですよ。例えば関連書とはって書いて、テキストにも書いてありますよ、もちろん入門講座のテキストにも。だけど皆さんがじゃあ定義趣旨を覚えるときに、今まで例えば学校の勉強で何してきたかっていうと、多分なんかこう単語帳みたいなのを作ったりとか、まとめて覚えるっていう多分作業をやってきたかと思うんですね。でも2つやっぱりそこにはリスクがあって、1つはツールを作る時間がかかっちゃうってことですよね。学生の頃だったらそれも1つの勉強だしっていうことで自分でやってきたかと思うんだけども、とにかく時間がない
ですよね。ですからそれをやっぱり自分で作る時間がやっぱり惜しまれるっていうのが一つで、もう一つはそれでなくてもちょっと未知の世界の勉強をするわけですよね。難しいことを勉強するわけですよね。でだからゆえにその正確性がちゃんと担保されたまま短くできるのかまとめられるのかっていうことなんです。まあ、定義とかっていうのは短ければ短いほどいいんですけども、長いものをまとめ上げるわけでしょ、短く。でそれって本当に理解してないと正確性崩れますよね。だ難しいんですよ、文章って短くする方が。正確性が失われないようにコンパクトにするっていうのはもう本当に難しい技なんですよ。だから受験生の方がしたらやっぱり必要なことが抜けてしまったりとか違う意味になってしまうリスクもやっぱり背負ってしまうので、なので私の方で作ってしまいます。でそれをもう使ってって感じ。あの短期合格のね、これは逆にあの短期合格者のあるあるなんですけども、人のものを自分のもののように使える人ですね、うん、それが一つのコツかなと思います。人が作ったものなんだけどそのままある程度カスタマイズして構わないんですよ。構わないんだけども一から作り直さないと気が済まない人は長くかかりますね。たまにいるんだけどね、うん、でそれはやっぱり長くかかる。で一つはね、ノートを取るっていうあの作業ですね。これも何回言ってもなかなか抜けきれないっていうちょっと気持ちわからなくもないんだけど、今ここで写したでしょ。でこのね、こういうちょっと用紙があって、黒板って使わないんです。この講義収録して通信用に使うので、ここにこうボールペンで私書いていくんですよ。こうあのノート黒板に書くようなことを。でこの用紙って皆さんがあの受講されたらマイページっていう自分のページをネット上で持ってって、でそこでいろいろ自分のなんかその申し込みの管理だったりとか、そこからまあ申し込めたりもするのかな、なんかいろんなこう自分のページが持てるんですね。でそこで受講されてる講座の一覧があって、その中からこの板書用紙って取れるので、情報が。だからまあ自分でその場でノートに移さなくても後から使える、あの取ろうと思ったら取れるんですよ。だから私は講義を聞いてほしいので、できるだけまずノートを取るなというふうに言ってるんですけど、やっぱりなんとなく取ってる人が多いんですよ。それでもね、なんかやっぱりこう取る癖があるのかな、うん、で一番まずいのは別ノートにすることですね。まだそのテキストにこう関連することだったらそこに書き込んじゃったら済むので、やっぱり情報は一元化してた方がインプットしやすいし理解も正確になるからそれがいいんですけど、別のノートを持ってきて板書をひたすら写してると、で説明してるんだけどさっぱり聞いてないみたいな、うん、でそれがやっぱり一番まずい。で短期合格者はやっぱあんまりそういうことしないんですよ。余計なことはしなくて、で講義はなんか聞いてるんだけど、ね、聞いてるか聞いてないかわからないんだけど、でも、まあ、必要なことだけは、ね、マカ引いてとか書き込んでっていう指示もしますから、それはまあ漏れなくちゃんとやってるっていう感じですかね。でそういうことも結構大事ですね。であとはちょっとこれはね、うちの本当に必殺技なんですけど、9ページにこうマトリックスの表みたいなのが載ってるかと思います。これは意匠法で使っていくんですけども、審査基準をこうまとめ上げた表なんですね。意匠ってあのデザインのことを言います。物品のデザインだったり、今はちょっと建築のデザインだったりとかも入るんですけども、物品のデザインか建築物のデザインか、あとはまあよくあるあの液晶画面に表示される画像の意匠ですね。ああいったようなものが保護対象になるんですが、保護対象が決まってもそれをどういう形で出すのか、普通の出願がこの全体衣装っていう欄なんですけど、特徴ある部分が決まっていて、そこ特徴だから他はいいんだけどそこだけはどうしても守りたいと真似されたくないって時に使う部分衣装制度ってものがあったりとか、あるいは完成品よりもそこのまあ部品なんかでそれだけでも取引性があるものに関しては部品の衣装として出したりとか、あるいは組み物といって、例えば椅子セットですね、椅子をこう組み合わせて一つのデザイン性を持たせるようなデザインをする場合に組み物の制度を使ったりとか、こういう制度を使えるんですけど、この制度がそれぞれどの衣装の形態で出すかによって登録要件の判断がちょっとややこしいんですよ。
でそのルールは審査基準にあるんだけども、審査基準をそのまとめて、この301っていうのは参上1校のこと、302っていうのは参上2校のことで、登録要件の判断で適用があるなしを示したものなんですね。でこれを全部ブランクにして、例えばこの中身を書き込めるっていうレベルが衣装法の審査基準も含めた登録要件の判断ができるって言っていいレベルなんですね。でこういうちょっとこう理系の人向けなんですけども、なんていうのかな、体系的に情報を整理していくっていうことをやっていたりします。であとは次のページからは論文基礎力完成講座で使っていく補助問題集ですね。これもまあレシピの、論基礎編のものなんですけども、ですね、1年で受かるか2年かかるかっていうのは、ほとんどの場合は論文の勉強がネックになります。論文の勉強がネックになって1年で受かるか2年で受かるかがだいたい変わってくる。で論文はある程度ちょっとこう長期的に養っていかなきゃいけない部分があるので、やっぱり1年のうちに担当の勉強もしながらそこまで到達するっていうのがやっぱり難しいんですね、結構、だからその論文の勉強を考えた時に、じゃあどうやったら、ね、その中上級者と同じ論文のレベルに到達するのかっていうと、やっぱりその組み立て方なんですね。今大学受験で記述式の試験が入るかどうかっていうことで延期になってちょっと問題になってるでしょ。であれってその記述式になると、その見る人によって評価が分かれて、その公平な判断がしづらいんじゃないかっていうことがやっぱり論点としてはあるんですよね。でも多分弁理士であればみんな思ってるんですけど、国家試験だってそれ同じじゃないのっていうことなんですよ。でましてや論文ですよね、この論文試験だから、見る人によって事実上やっぱり評価が多少違ってくるってことはあり得ることなんです。でじゃあ弁理士試験ではどういうふうな、ね、こう採点方式を採用してるかっていうと、チェックリスト方式といって、その書かなきゃいけないその内容ですね、それをチェックリストにこう試験の先生方はまとめていて、例えばこれ書いたら2点、これ書いたら3点みたいな感じで、結構科目によっては細かいリストをもとに、これ書いてるからこの論文の中でこれ書いてるからここ2点つける。で最後それをまあパンって電卓叩いたら合計点数が出るみたいな感じであれば、多少その公平性は担保できますよね。まあだから私たちはその試験の採点方式に従って教えてるんですけどね。そのリスト、こういうリストになってるであろうっていうことを今までの経験則で見て、こういうリストになってるはずだっていうことで大体こう評価をしていくんですけど、大体その何年も経てば大体分かるんですよ、どういう答案が求められるかっていうことがね。ですから結局その指導しますから、受験生の大半はその指導にのっとってやっていくでしょ。でそうするとみんな似たような答案っていうものが母体で出来上がるんですよね。だからよくこの試験で言われるんだけど、赤信号みんなで渡れば怖くない試験なんですよ。間違えるときはみんな一緒、それは特に影響ない。でも他の人がしないようなことをしてしまったり、他の人が書かないようなことを書いてしまったりとかすると、途端にこの試験は落ちやすくなるんです、相対評価なので。だからみんなが書くことに付き合うってことがすごく大事で、みんなに、ね、こう乗っ取って書き方も一律化していく、目立つことは良しとしないんですね、この試験はね。ですからある程度のその書き方を学び、そしてその型を習得していくってことはすごく大事なんですけど、ただ自転車の乗り方と一緒で、ね、こういうふうに自転車乗るんですよって私がここで、まあ、皆さん乗れると思うんだけども、座学で説明したって実際に乗れる人ってあんまりいないと思うんですよね。頭で分かっててもやってみないとできるようにならないことってやっぱあるでしょう。それと一緒なんですよ、論文もこう書くんですよ。でまず項目立てをしましょう、その次に理由付けを書きましょう、そして要件の説明をして関連事項を書いて終わりですとかっていう口で言ったとしても、実際やってみないと、実際事例問題だし、
解いてみないと書けるかどうかって初めから書けません。だからある程度のやっぱり問題数、似たような問題で練習をしていくってことが論文を勉強していく上ではすごく大事なことなんだけど、残念ながらこの残念ながらって言うとレクの人に怒られてしまうんですが、論文基礎力完成講座のこの討論編っていうのがそれに当たるんですね、1年目のコースの中で。でこの討論編っていうのは確かね8回とか9回しかないんですよ、全部で8回ぐらいかな、ね、8回ぐらいですよね、全科目でも8回しかないんですよ、練習の機会が。到底書けるようにならないんですよ、はっきり言うと。でじゃあどうするのっていうと、ほとんどの人はやっぱり過去問とかに行くんですよね、過去問集とかに行くんですよ、問題集に。でも難しすぎるの分かりますよね、過去問って本誌そのものですから。で論基礎っていうのは出だしのところなんで、当然ちょっとっていうかだいぶ優しく作ってますよね。でいきなり過去問なんてとてもその自分の背丈以上の階段登るようなものですよね。なのでそこに階段をつけるってことです、この補助問題集は。ちょっとずつ難しくなるように並べ替えてます問題集は。だから初めは論基礎にちょっと毛が生えたぐらいの問題にして、でその2問目は問題にはもうちょっと論点を増やして、で問題さもうちょっと複雑にしてみたいな感じで、だんだん難しくするようにしていって、でまあ本誌の少なくともその直前期に私がやっている直前討論ぐらいの問題にスムーズに上がれるぐらいかなな感じの問題集にしてます。なのでこれもね、だから結局中上級の講座を担当してるからこそどれぐらい高いハードルなのかっていうのが分かるんですよ。論基礎のレベルとその本誌で求められているレベルで、いきなりそんな背丈ぐらいの階段登れないよねってことがやっぱり分かるんで、そこをやっぱり確実に1年で合格させるために埋めていくツールですね。で論基礎ではこういうものを使っていきます。ですから今ねちょっと後ろからになっちゃいましたけども、3つのツールはまあ私のね長年のその受験指導の中で経験則的に途中から追加したものとかも多少あるんですよ。ランキングで言うランキングというか歴史的に並べると、レシピは昔からありました。でもレシピは内容は徐々にこうやっぱり変わっていて、で一番新しいのがこの N プロシートなんですね。あの三種の神器の2つ目の N プロシート、うん、で、まあ、受講生の声を反映させながらこう出来上がってきたんですけど、レシピはまあ単純に自分も受験してますから、ね、自分も受験してる中で入門講座のテキストだけだとちょっと厳しいよねって思ったので、レシピで補助教材を作りましたと。で受講生がやっぱりそのどの時期に何をするかっていうことがちゃんと分かってないので、復習の仕方が分かんないとか、何を使っていいか分かんないとか、一日どれぐらい勉強すれば受かるのかが分かんないとか、そういう悩みがすごい多いのでスケジュール管理をするようになりましたと。で時代がだんだんこう変わってきて、過去問じゃ受からなくなってきて、新作問題がほとんどになってくると、当然条文の読み込みが大事になる。でも条文の読み込みって何っていう相談が山のように来ると。でそれを見える化したのが N プロシートですね。なのでできるだけまあ、ね、受験生の方がその声に出してこう言ってくれたからこそ、まあ、出来上がってきたこう共同作業みたいなものなんですけども、まあ、実際それが今うちのクラスの売りであり、まあ、短期合格のためには私は必須じゃないかなと思っているので、まあ、うまくねそれを使いながら皆さんを短期合格に導いていきたいと思っています。はい、ではですね、今日はまあこの辺で、以上になります。で、1500時間からまあ2000時間っていうふうな話をしましたが、まあ、もちろんじゃあそれを開講日からカウントするのか、まあ、早い話一番早くであれば例えば明日からカウントするのかっていうことになると、皆さんの落差加減は当然変わってきますよね、うん、で一発合格者の方ってやっぱり開講日にスタート切る方ってほとんどいらっしゃらないです。やっぱり多少なりとも先取り受講をされて早めに始めてっていう形を取られてます。で
先取り受講されれば当然開講日には、入門講座の4法ぐらいは終わった状態で来れるの でそうするとやっぱりその2回目の模講期聞いた時に質問も出てくるんですよね。何が分からなかったかってことがクリアになってくるの でそれがすごく大事なんです。やっぱ初級の方は何聞いていいか分からない状態っていうのが普通なんですね、初めは。だからしっかりやっぱり土台を作って開講日を迎えるってことはすごくいいことだと思うし、あとね、レックは直前になればバーゲンセールをする予備校ではないんですね。逆なんですよ。だんだん割引がなくなるんですよ。だから待ってれば安くなるっていうものではないので、早く始めないと逆に私は損だと思いますので、もう弁理士になるっていうふうに決めたんであれば早くね、先取り受講をして合格の可能性を高めてください。はい、ではこれで私の方からの話は以上になります。ではレクの方にバトンタッチしますので、このままお待ちください。